陸別町の皆さん、こんにちは。ホール担当のあこです。今回は、当店の送り染め膳について紹介します。今回紹介するのはこちらの重箱タイプの送り染め膳になってます。大きさはこんな感じでとっても大きいです。でこれを開けるとこんな感じになってます。でこの隙間には、焼き台がついていて、でこちらは台になっているので、これにこのお料理をそれぞれ乗せてもらって送り染め膳を始めることができます。で、こちらのお料理をご注文してくださった方には、なんとこちらの、お祝いの箸とおしぼりと、こちらの記念に取っていただける歯固めの石と、この小冊子がついてきます。でこれ開けてみていただくと、送り染め膳の始め方だったりとか、なんかいろいろなことが書かれているので、もしよかったら見てみてください。こちら男の子用と書いてありますが女の子用もご用意してあるので、ご注文の際に声をかけていただければご準備できますと。あとこれの他にお持ち帰りできる容器に入った送り染め膳もあるので、そちらはまた今度ご紹介できたらいいなと思います。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録お願いします。